Ladies and gentlemen、 ここはパラレルプロスピーワールドでございます。今回のパラレルワールドは、もしもプロスピにツーシームがなかったら、リア隊における強いと言われる投手はそのほとんどがツーシーム持ちであるということが確認されている。そんな環境に一石を投じるべく、この世界の国王であるコナミはついにツーシーム禁止令を発令したのであった。この男、ダルビッシュ有。発令前の彼は力強い速球に多彩な変化球と、そして何より大きく変化するツーシームを武器に、たくさんのプレイヤーに使われ続けていた。大きな武器を失った彼がいかにしてこの環境を生き抜いていくのか、とくとご覧あれ。はい、ということでやっていきましょう。ツーシームのない世界ということで、ダルビッシュさんやっていきましょうか。ダルビッシュにツーシームがなかったらきついのは、まあ皆さん使ってる方ならご存知でしょう。例えるなら爪のない猫、口のないサンマ、金のない前澤さんといったところでしょうか。一番大きな武器を失ったと言っても過言ではないですよね。いきなりちょっとツーシーム投げそうになってやばいんですけど、癖がすごいな。ストレートをまあとりあえず軸に投げていこうかなと思ってます。一応法改正後初登板ということで、まあツーシームを意識してるというか、ツーシームは頭にずっと残ってるかなと思うんで、まあこのスプリットとストレートを軸にスラーブ、カットボールなんかをね、使いながら攻めていきたいなと思います。まあストレート、うわーやばい、うわーいやー、やっぱり打たれるねストレート。いきなりタイピンチ出たけど、ツーシームがないからなかなか厳しいところではあるんですけど、タイピンチが出たんでスラーブをしっかり放っていく。 OK、 ボール球で勝負していくかな。また長打がないように、このアウトローあたりをしっかり活かしながら、ツーシームとちょっとカモフラージュできるスプリットを投げていくと、こんな感じでいきましょうか。やっぱ結局はダルビッシュってツーシームあってのもんなんやなっていうのが分かる動画になるかもしれないですけど、もしかしたらいけるかもしれないんで、普通にツーシームなしでも、これめっちゃ参考になる動画になるかもしれないんで、これパロディみたいになってるんですけど、いつほんまにツーシームが弱体化するかどうかってわからないんですよ。プロスピ的にツーシームって弱体化されたよねっていう、そういう時代が来てもおかしくないんで、まあまあそれを予防するというか。 OK、 スラブ全然いけるぜ。ダルビッシュはツーシームがなくてもいけるんだぜってとこちょっと見せていきたいかなと思います。さあカットボール、このカットボールもね結構効いてくるんですよ。高めストレートとか苦手な人はカットボールとか結構まっすぐと思って振ってしまったりとか結構ある。あーやばい、やべえ、オッケー、間に合った。まあ、ただ、いきなり犠牲フライで1失点と。初回からいきなり1失点するっていう時点で僕的には結構珍しいかなと。うん、オッケーオッケーオッケー。でもスラーブで1点で抑えたと。まあ、上出来じゃない現状。ヒット1本しか打たれてないし、相手的にはツーシームをまだ1球も投げてないっていうことの異変にね、気づいてるかなと思うんですけども、攻撃の方はちょっとカットしながらやっていきましょう。フォーク、全然ダメ。フォーク、いったか、いや、ダメ。これ弱い方、いったか、いや、引っ張ってもた。ダルビッシュさん、ツーシームなしで頑張ってんのに、無援護。さあ、2イニングス目頑張っていきましょうか。あ、それ忘れた。チェンジアップもまあまあ多分効いてくるから、まあ、ないと考えるならですけど、まあ、基本、わー、ファーストライナー、ナイス。ここで代打バースということで、まあ、コントロール出ましたね。カットボール、外から入るやつ、こういうの効くんかな。逆にやったことないもんな。ちょっとやったことないこともいろいろ試しながら、2戦目以降にちょっと使えていければなと思います。まあ、ここ、長径行こうか。いやー、ちょっと運ばれそうやけどな、普通にストレート。もう怖いわ。うわー、行かれたー。知らん。そろそろもうツーシーム使わんタイプやっていうのバレてきてるかもしれないんで、まぁ、ちょっと変化球中心にストレートをちょっと張られる可能性全然あるんで。いやー、ちょ、待ってよ、マジで。スラーブ今のインロー持っていくか。さすが福留さんやね。いや、てかもうちょっとバレつつあるな。ほんまにやばい。ストレート、アウトロー。うい、オッケー。これ、取れる。いやー、うわー、超えるかー。きっちー。うい、うい、代打落合さん、うーわ。特殊能力も、うわ、やべえで、これ。いや、カットボールから入ろう。いや、こんなんもう落合さん、普通にアウトロー行くからな。うわ、怖いわ。スローカーブとかどう？ちょっといつも使わんやつもどんどん使っていこうか。おれ、まいったぜ。やっぱダルビッシュはツーシームないと無理なんか。ストレート行こう。オッケー、よいしょ。いやー、もうしんどいよ。誰か助けてー。掛布さんもすごい、バッターがどんどん並んでいく。カットボールどう？腕、あ、さあスラーブ高め。いやー、これもなー、多分見られるんやなー。あ、打った、打ってくれた。落ちるん？あ、危ねえ危ねえ危ねえ。ナイス工事。いや、全出し。長径で行こう、ここは。もう1点確保で、長径で。スプリット、ストレート同じところに行こう。レッツゴー。バン。チェンジアップとかどう？
チェンジアップ、さっき一応ファーストライナーで取れてるから。OKOKOK。じゃあ最後、スラーブで、ボン。やばい、きつい。ホームは OK。5点やったら、まあワンチャンあるから。ワンチャンなくもないから。やばい。ギリギリのストレート。ここは、打ち取ってくれ。OK! ナイスやけど、ヒット7本の5失点か。ダルビッシュとは思えんな。さあ、反撃いくよ。吉田正尚。フォーク。よし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 。何来る？曲がってきて、これは行くか、超えるやろ。OK! ナイス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 。援護したら援護。頑張ってるんやから。落ちるの来るか。あ、落ちる。OK! OK! 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 スプリットナイス。みんなで頑張っていくんや。すごい。打てるぞ、今やったら。やばい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 。いけこれ。そう、負けた。2戦目レッツゴー、ナミチャンネル。さあ試合消化してまいりました。ダルビッシュさん、ツーシームのない世界第2戦いきましょう。お相手はマー君ですね、達人4位。まあさっきの試合で分かったことは、ストレートがやっぱなかなか効かなくなってくるっていうことなんで、まあちょっと変化球散らしながらやっていきましょうか。いきなりちょっと抜けとちょっとややこしいスプリットでドン。オッケー、オッケー、ナイスセカン。幸先いいね。ちょっとノーヒット目指そう。いやもうあえてここはストレートで行く。どう？オッケー。これ絶対ツーシーム意識やな。ツーシーム意識のぐらいやな。人が変わったらまた頭も更新されるんでね。さあ、チェンジアップ。これもツーシーム感のあるチェンジアップ。次はスラーブでこれボール球。振ってくれたら勝ち。行くぞ。振れ。オッケーオッケー。オッケー、ナイスジャンプ。力士のジャンプ。何来る何来る？ちょっとシームこれ落ちるか。ああ、無理や。どこでも来いよ、俺。行け俺。ああ、流せたらな。速球待つぞ、速球。あ、俺来た、ストレート。これ行った？うわー、ナイス。完璧、パーフェクト。よっしゃ、これ行った。うわー。さあ、さっきよりもちょっと状況がいいんで、まあ、ゼロで抑えたら勝ちっていう感じで、まあ、初回もしっかり抑えてるから。オッケー、オッケー、オッケー。行くぞ。カットボール。ワンワンやから、これはアウトローのスプリットで、引っ掛けて、オッケー、完璧。あー惜しい。なんかちょっといける気してきたぞ。なんか通用してない、なんか裸んやけど。スラーブこれいって、盗塁ちょ、盗塁とかちょっとこう、うわー、ちょっと鬱陶しいヒット出たな。まあでも今もうこれタイピンチ出たから、もうこれ僕の勝ちっすわ。スラーブでめちゃめちゃ曲がるスラーブになっちゃって入っていかない。カットボールも少し変化量上がってるから、これがストライクになって、アウトロー行くか。アウトローでこれを、うん、ボール球、スプリット。いや、やばいね。ちょっとツーシーム一番投げたいところやけど、スラーブのストライク入るか入らんか、みたいなところで、上抜ける、マジで。やばー。しかもタイピン出てへんし、やばいな、ちょっと。外、これ微妙やけどな。これ前進守備でいこう。ホームゲッツいこう。アウトローのストレートを、ズバン。オッケー。とりあえず、ワンストライク。もう一球いくか。これちょっと合ってない感あったよな、今。もう一球、OK。だいぶ合ってない。もう一丁いく？ストレート。これ、ボール球いこう。で、打ち上げてくれたら完璧。OK、OK。いや、でかーライナー、ナイス。ここ、カブレラ来たね。タイピン出てほしい。OK、タイピン出た。これは、マジでゲッツー狙いに行こう。スラーブで、ボール球になるな、これ。打った！OK！OK、ライナー、でかい。ライナー2つ、マジででかい。いや、でもここタイピン出んかったな。いや、ストレート合ってない感じあるから、ストレートで押したい感じはあるんやけど、ボール OK。じゃあまあここスプリットで、うわちょっと悩むけど、この抜けと怪しいところ、ここ一番縦が使いやすい。OK！ 打ち上げたやろ、これは勝ったー。めちゃくちゃ嬉しいな、これ。達成感ちょっと2倍ぐらいあんねんけど。いや、もっと言っていい。8倍ぐらいある。さあ、次戦パラレルワールド最終回です。レッツゴー！コナミチャンネル。さあラスト3試合目なんですけども、弱いやつは黙って寝てろということで、これ別の動画にちょっと出したんで後撮りでいきたいと思います。ダルビッシュの方の解説はあんまりちゃんとできてなかったと思うんで、ダルビッシュの方にちょっとスポットライトを当てていきたいと思います。まあ前回の動画を見た方はね、勝敗とかいろいろ分かってるかなと思うんですけども、ダルビッシュこの試合もツーシームなしでやってきたんで、一個一個解説していこうかなと思います。ということで、まあ相手もね一応名人の方なんで、まあ、大煽り中でこれスタンプ押されたりしてるんですけども、名人の方なんで、まあそれなりに多分強いとは思うんですよ。でいきなりここはレフトライナーと。いやこれね、この試合ちょっとエンディング兼ねてね、まとめみたいなのもちょっとやっていこうかなと思うんですけど、まあ、ちょっとこのパロディみたいな感じでちょっとやりだしたところが意外とねいけてるんですよ。ダルビッシュツーシームなし意外といけてるんですよ。まあもちろんそのツーシームを狙ってるから逆にいけてるっていう側面はもちろんあるんですけども、
いや意外とやっぱりね、変化球が他優秀やったりとか、普通にストレートがめっちゃ速かったりとか、タイピンチ持ってるとかで、まあ普通にいけたりするんですよね。いやまあこの初戦に関してはね、ボコボコにされて、まあめちゃめちゃ打たれましたけども、まあ今回これが3戦目っていう感じやったんで、いっぱい試合数をこなしたってわけじゃないから、まあちょっとわからないとこはあるんですけど、まあ普通に肌感的にね、結構いけるかなとは思いました。この打撃フルカットにしたんですけども、2点取ったということで、あと、まあ2点以内に抑えたら勝ちっていう感じですね。まあいつもはだから2シームをやっぱ軸に使ってたダルビッシュなんですけど、まあ、今回これ企画やっていく上で、まあ、2シーム以外もやっぱり強いなっていうところは思ったんで、まあ、これからちょっとダルビッシュの使い方とかも結構いろいろ変えていく余地はあるなって思いました。普通にストレートでも打ち取れるところはあるし、まあ、2シーム狙ってるからこそっていうのもありますし、このスラーブ、高めスラーブがめっちゃ強いなと思ったりとか、こういうことになるんですよね。こうやってボール球振ってくれたりとかすごいあったんで、まあこれは一つの収穫やなと思ったんですよ。でまあスプリット、スラーブ、カットボール、ストレート、あとはチェンジアップ、それにまあツーシームが加わればね、もう向かうところ敵なしになるんじゃないかなと思って、でまあなんかそんなんもいろいろ含めてこの企画めっちゃいいなと思って、まあその設定とかパロディとかそんなんは置いといて、普通になんかまあ選手によってこのボールが圧倒的に強いよみたいなあると思うんですよ。千賀さんやったらフォークとか、藤川さんやったら火の玉ストレートとか、まあ、その辺の企画もねこれからやっていこうかなと思うんで、誰々に何々がない世界っていう、まあ、タイトルで今回やりましたけど、まあ、この企画ね続行していこうかなと思ってるんで、まあ、なんかやってほしいよみたいなのあったらぜひコメントに書いてほしいなって思いますし、まあ、参考になったなみたいな声もいただけるんであれば嬉しいです。全然面白くなかったよっていう声も全然大歓迎なんで、まあ、ぜひチャンネル登録高評価、皆さんコメントもねぜひバンバンお願いしますということで、センターフライでキャッチしてゲームセットと、今回はダルビッシュなんだかんだいけました。